逆転裁判よみがえる逆転やっていきましょう。第1話2話そして第3話をクリアしております。そして続いて第4話逆転そしてさよなら犯人ですね、この左上が。この左上のおっちゃんが犯人ですね。やっていきましょう。楽しそうやな、今回も。癖ありそうなやつがいっぱいいるぞ。ん？なんだなんだ？ 15 年ぶりだな。そうなりますね。君には想像もつかないだろう。この15年間、私がどれだけ苦しんだか。あなたが苦しんだ。そして今、やっとチャンスが巡ってきた。そう、君に復讐するチャンスがね。なんですって？メリークリスマス。わあ、ちょうど今クリスマス近い。ミツルギ？ミツルギ？12月25日午前10時8分。なるほど、法律事務所。クリスマスだ。ねねねね、なるほどくん。まゆちゃん、この辺りに滝ないかな？滝が、やべ、ちょっと今、テンパっててそれどころじゃないわ。犯人ミツルギなの？今回。やば。滝、どうするんだよ、そんなの。何言ってるの、なるほどくん。滝って言ったら、撃たれるに決まってるでしょ。そうかそうかそうか。まあ、霊媒師の修行とかでそういうのあんのかな。そういえば、迷いちゃんは修行中の身なんだっけ。そうだよ。最近、修行の方がおろそかになってるから、滝ぐらい撃たれておきたいなって思って。そんな、滝に撃たれること普通なんや。近くに、ひょうたん湖？ひょうたん湖かなっていうのがあるけど、滝はないな。湖か。ないものはしょうがないだろ。シャワーでも浴びといたら。いいのか？それでいいのか？うん、そうする。やれやれ。では、次のニュースです。あ、今出てきたひょうたん湖で謎の巨大生物が目撃されました。ネス湖のネッシーにちなんで、ヒョシーと名付けられ、大きな話題を呼んでいます。本家のネッシーが偽物だっただけに、ヒョシーは本当にいるのか、日本中の注目を集めています。平和な世の中だな。いいことだ。ああ、暇だな。ニュースもろくなことやってないし。なるほどくん。どうしたどうした？パワー、弱いよ、シャワー。まあね、滝打ちと比べるとね。ごめんね。一緒に今洗濯とかしてたかな。じゃあそうだな、消防署に行ってホースで思いっきりぶっかけてもらったら。悩むな悩むな。すぐ断れ。うんじゃない。うん、そうする。やれやれ。臨時ニュースが入りました。ひょうたん湖で今度は殺人事件です。またひょうたん湖か。今朝方、ひょうたん湖から男性の死体が見つかった事件で、警視庁は逮捕した容疑者の氏名を発表しました。容疑者の名前はミツルギ・レイジ、24歳。ミツルギは将来を約束された有名な若手検事でした。その彼がなぜ殺人を？日本中の注目を集めています。おい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 、ミツルギ、なんだって？どういうことだ？あの、ミツルギが？なるほどくん。断られてきたのかな？迷いちゃん？電話したら怒られたよ、消防士さんに。そりゃそうだよ。まだ電話しただけよかった。まだ電話で確認しただけよかったよ。それどころじゃないんだよ、そうだよ、迷いちゃん。ミツルギが逮捕された。あの検事さん？しかも殺人容疑だぞ。一
つ、どこで、誰を、どうして、どうやって、俺が聞きたいよ。知らないよ。すぐ行こう、なるほどくん。おお、うわ、いきなり波乱の展開や。面白い。ごめんね、三剣さん。三剣さん逮捕されてるけど面白いぜ。相談する。どうしようか、これから。どうするって、とにかくいろいろ調べてみようよ。三剣健二の話を聞いたり、現場に行ったり。あー、じゃあひょうたんこに行くのか。気づいたこと。どう？何か気づいたことある？データが足りないとか言うんじゃない？滝に打たれたらいい考えも浮かぶんだけど。本当か？じゃあちょっと移動してみましょうか。はい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 。あ、留置所にもひょうたんこにも行ける。いきなりこれ留置所に会いに行けたりとかするのか。いるかな。12月25日、某時刻、留置所面会室。クリスマスだぞ。おい、なんかリアルな時間と噛み合ってくるんじゃない。考えてみたら、私たちみんなここに入ったことがあるんだね。そうだな、確かに。まあ、よいちゃんもここ入ったことあるし、俺も自分で自分を弁護したからな。ってことは、つまり今回は三剣が自分で自分を。いや、そんなことできないか。まあ、この仕事をしていれば普通じゃないかな。普通じゃないよ。普通じゃないからね。誰かが聞いたら誤解するよ。いるかな。あ、いた。え、あなたがやったんですか。あなたがやったんですか。こら、帰るな、三剣。帰ろうとしたんや。何しに来た。いやいやいや、心配できたんだよ。なるほどくん、不機嫌だよ、三剣健二。そりゃ留置所に入れられてご機嫌ってわけにもいかないだろ。いや、これどうなんだろう。無罪なのか有罪なのか。いや、でも主人公の仕事としては無罪を証明していくわけですもんね。こんな私を見て笑いに来たのか。笑いたければ笑うがいい。どうした？さあ笑えよ、ベジータ。なるほどくん、ま、笑った方がいいのかな。こいつ素直じゃないからな。笑ったら怒り狂うか泣き出すぞ。三剣、笑いに来るほど暇じゃないよ。そうそうそう、本題に入りましょう。暇なくせに。笑ってやろうか。笑ってやろうぜ、なるほどくん。まあ暇は暇だけど。見られたくなかった、こんな姿を。君にはな。君には。僕だって見たくなかったぞ。そうね。事件のこと聞いてみましょうか。じゃあ早速。三剣、事件のこと聞かせてくれよ。そんなことを聞いてどうするつもりだ。まあ確かにね、これ三剣健二が許可してくれないと、まあ要望を出してくれないと私は弁護することができませんから。三剣健二がね、弁護士をおそらく選んでくるんでしょうけど。決まってるでしょ、助けるんですよ、三剣健二を。助ける、私を、君が。うぬぼれるな。どういうことだ。君はたかだか3回の法廷に立っただけの新米弁護士だ。それで3回とも無罪にしてるって、もうやばいけどな。マジヤバ弁護士だけどな。なんだと。そりゃ運よく勝ったかもしれない。だがラッキーはそう何度も続かない。実力だ、もっと実力をつけたまえ。まあね、言わんとしていることはわかるけど。なるほどくん、なんで私たちが怒られなくちゃいけないの。まあそうね。事件はひょうたんこで起こったんだろ。昨日の深夜だ。湖って裁判所や検事局とは随分離れてるよな。何をしに行ったんだ、そんなところに。まあ確かに、なんか捕まる根拠がやっぱあったんでしょうね。あ、行ってるな。事件現場行ってるな、その時間に。君に言う必要はないだろう。三剣健二、まさか本当に人を。そこが聞きたいです。ひょっしー。あれ、あれ、ひょっしー見に行ったの。そんな可愛い理由。ええひょっしーを見に行ったのだ。ひょっしー、なにそれ。後で教えてあげるよ。三剣のやつ、僕たちには話せないのか。まあじゃあ一応ヒョッシーがフェイクで違う理由の可能性もあるってことか。そうですね、じゃあまあここら辺はできないかな。にも
じゃあまあ事件現場に行ってみますか。あ、ひょうたんこ自然公園だ。12月25日某時刻、ひょうたんこ公園入り口前。ここが事件のあった、そう、ひょうたんこのある公園だよ。警官たちがうろついてるね。いるか？糸の子刑事いるか？聞き込みかな。あれ、あそこにいるの糸の子刑事だね。お、どうした？どうなんだ？これだけいて何か掴んだ奴はいないのか？すいません、まだ。バカモン、裁判は明日だぞ。何としても手がかりを見つけるんだ。しかし、こうして手がかりがないから、三剣賢治殿は逮捕されて、あ、三剣の無罪のために頑張ってくれたりとかしてくれてるのかい？もしかして、そうですよ、犯人は、うるさい！もう一度そんなことを言ってみろ！その、許さんぞ！あれ、なんとかすって言わない。いつもの糸の子さんじゃない！早く行け！は、糸の子さん、怖い。まったく。あ、気づいた。ああ！キャー！あんたは確か、やっぱりくんだったすな！違う。もうダメだ。もう訂正する気力ないよ。なるほどです。もういい加減覚えろよ。何しに来たっす？調査っすか？まあそうですが。全面的に協力するっす。何でも聞くっす。おお、大味方だ。大味方です。さあ、カモンス。いつもと違うよ。どうしちゃったんだろう。私たちまだ三剣賢治から弁護を依頼されたわけじゃ。なんだ、そうだったっすか。いやでもちょっと期待してくれてるってことかな。私たちのことに嬉しいですね。まあ、じゃあ事件のことについて聞いてみましょう。伊藤の子刑事、一体何があったんですか？知らないっす、事件のこと。はあ、まったく、呆れたおとぼけ弁護士ぶりっすな。おとぼけ。いっす、教えるっす。昨夜の午前0時15分頃のことっす。えらい深夜遅いですね。あー、出た。ひょうたんこにボートが一つ浮かんでいたっす。ボートには二人の男が。そして、片方の男がピストルで、もう一方は。あ。で、これを持ってるのが、それが三剣賢治だったんですか？駆けつけた警官が逮捕したっす。現行犯ってこと？あ、まあ、確かに。随分手回しがいいですね。それっす。目撃者がいたっす。そいつの通報で我々はすぐに駆けつけられたっす。目撃者。これについてもまた後ほど聞いてみましょう。三剣のこと。三剣賢治、まさか殺人なんて。ありえないっす。自分は信じてるっす。たとえ目撃者がいたってそんなこと関係ないっす。そう、意外と男気あるんですよね、糸の子さん。そうですよね、関係ないっすよね。かわいい。関係ないことあるか。でも糸の子さん、三剣賢治のこと信頼してるんですね。当然っす。しかし正直なところ、警察ではもう三剣賢治が犯人ということに。この聞き込みもみんなあまり真面目にやってないっす。そんな、みんなあれだけ三剣賢治のお世話になってきたのに、今じゃ彼を信じようとする者はいやしないっす。糸の子さん、一人孤軍奮闘してるわけか。弁護の依頼、そうね、してくれたらね、もう表立って行動できるんだけど。三剣賢治、明日の裁判の弁護はどなたか。そこも明日って言ってたな。まだ決まってないっす。明日ですよね、裁判。詳しいことは教えてくれなかったっすが、どうやら引き受けてくれる弁護士がいないらしいっす。どうしてですか？三剣賢治は教えてくれないっす。あんたたちが来た時はてっきり引き受けてくれたのかと。お願いっす、彼の力になってほしいっす。そのブレのバッジがただの飾りじゃないことを自分に証明してほしいっす。もう結構証明してきたけどな。結構頑張ったよ。これまでの事件。目撃者。目撃者というのは、悪いっすが、それは捜査の秘密っす。とにかくその人物は全て見ていたらしいっす。おそらく明日の法廷に出てくると思うっす。
目撃者はその一人だったんですか？そうみたいっす。昨夜の夜はとにかく寒かったし、それにほれクリスマスイブだったっすから。まあ確かにそうか、前日ってことは12月24日ってことだもんな。でも他にも目撃者がいたかもしれないと思ってこうして聞き込みをしてるっす。今のところ成果は上がっていないっすけど。そうか、今日はクリスマスなんだ。なるほどくん、なんかちょうだい。サンタさんにお願いしなさいと。何でもあげちゃう。何でもあげちゃうよ。じゃあちょっと調べてみます。ひょうたんこ自然公園と書いてある。休日は家族連れでにぎわう都会のオアシスといったところだ。でも滝はないんだよね。都会の人間は滝修行しないからね。結構、葉を落とした木々に冬の訪れを感じる今日この頃。うん、冬は人を詩人にさせるな。ねえ、寒いよ、なるほどくん。二つの意味で。寒いって僕の詩か？そうだよ。まあこんなもんかな？こんなもんですね。移動はできたりするのかな？あ、公園の中に入れない。ってことはやっぱり留置所に行って、話す。あ、ダメだ。依頼を受け、あ、弁護士バッジとか突きつけるんじゃないですか、もしかして。本当に？正規ルートでこれ突きつけることとかあんの？でも、俺に任せてくれよ、ミツルギ。なあ。弁護士バッジか。ミツルギ、僕にやらせてくれないか。君の弁護を、マジで進むっぽい。おまけじゃない。ここおまけいかないかもしれない。は、悪い冗談はよしてくれ。私はそこまで落ちぶれてはいないつもりだ。どういうことですか？たまたま3回少々しただけの新米にすがるなんてごめんだ。なんですって？確かに私は非常に不利だ。私が依頼した弁護士たちは全て断ってきた。どういうことだ？私には自信がありませんと来たもんだよ。もしかしたら彼らの依頼人を片っ端から有罪にしてやったからかもしれん。そっか。弁護士にとっては敵だもんな。恨み買ってるか。そんなわけないだろ。とにかく私には構わないでほしい。君には、君にだけは依頼するつもりはない。そんなこと言わずによ。意地張らずにさ。うわー、選択肢増えてる。はー、まあ行くか。君がやったのか、ミツルギ。ミツルギ、こんなこと聞きたくはないけど、まさか君がやったんじゃないだろうな。なんで何でも答えてくれないの？どう考えるのも君の自由だ。しかし一つだけ頼みがある。なんだ？この事件に関わらないでほしい。どうしてですか？ナロード君はあなたを助けようと。分かっている、分かってるさ。でも私は君たちには助けてほしくないのだ。なんで？どうして？なんか理由があるのか？とにかく私のことはほっといてくれ。なるほどくん。みつりさん、やっぱり。まよいちゃん、他のところを調べよう。なるほどくん。うわ、調べるぞ。なるほどくんがすごいやる気になってる。弁護の依頼が増えてますね。ちょっと話してみましょう。あの、本当なんですか？ミツルギ検事の弁護、誰も引き受けてくれないって。そうっす。ミツルギ検事はちょっとした有名人っす。その裁判で負けてしまっては自分たちの名前に傷がつくっす。ああ、まあそうか。結構大ごとになるってことね。それに、ミツルギ検事はかなり不利っす。目撃者がいるもんな。あんたまで彼に背を向けるんすか？殿様事件を思い出すんす。ミツルギ検事の協力があったから、あんたの依頼人は無罪に。まあそれは確かにそうなんですよね。なんかミツルギ検事が自分のルールを曲げてまで生まれてしまった迷い、それは君のせいだと言われました。わかってますよ。でもミツルギは絶対に頼む気はないそうですよ。僕にだけはね。なんすと？そんなはずはないっす。殿様の事件が終わったとき、検事は言っていたっす。さすが、なるほどだって。何度も言っていたっす。
ミツルギ。なるほどくん、何がさすがなのかな。それはいいだろう。わかんないけど、そんだけね、買ってくれてたってことじゃないの。どうしてですか、ミツルギ検事。わからないっす。糸の子さん。あ、刑事の人か。どうした、何か見つかったか。いえ、それはまだ。署から連絡が入りました。捜査会議だそうです。捜査会議。わかった、すぐ戻る。ああ、すまんす、聞いた通りっす。何か聞いていくことはあるっすか。ああ、全部聞きたいな。これ選択肢2つとも聞けるかな。まあ一応じゃあ上から解剖記録のこと。あ、じゃあ今回の被害者のデータを。ダメか、すまんす、死体の解剖記録はまだできていないっす。まだできていないのにもう明日裁判なんですか。自分も報告を待っているっす。なんか早いね。そうっすね、時間があったら署の方に来てほしいっす。話の続きはそこでするっす。糸の子刑事から警察署の場所を教えてもらった。あ、ちょっと糸の子刑事。あ、なんすか。あの公園の中調べたいんですけど、歩き回ってもいいですか。ああ、いいっす、許可するっす。ああ、よかったよかった、これで現場を調べれるな。いやー、なるほどくん、許可をもらうにはその人が忙しい時を狙うに限るね。メモメモと。これは使えるメモだな。生活の知恵ってやつだな。さあ、いろいろ調べてみようよ。おー、じゃあまあ移動してみますか。あ、警察署も行けるようになってる。じゃあまあ気になる公園広場から行ってみますか。ここが殺人現場なのかな。元祖殿様、元祖殿様饅頭。300円。12月25日某時刻、ひょうたんこ広場。うん、わあ、これがひょうたんこ。そうだよ。わあっていうほどのことでもないけどね。そんなこと言うなよ。まあ確かにね。それよりあれ、あの屋台ですよね、殿様饅頭って。ああ食べたいよ、殿様饅頭。でも誰もいないぞ。きっとすごく美味しいよ。確かに饅頭だからな。うん、まあ饅頭はうまい。でもなぜ今あえて殿様なのかな。確かに殿様はもう終わって、確か小江戸剣士姫様が始まりましたよね。一つ前だよな、私もな、殿様な。ヤングが夢中なのは姫様なのにね。まあねえって言われてもな。じゃあまあ調べてみますか。殿様饅頭、饅頭屋の屋台らしい。今はやっていない。和風の佇まいに悪趣味なクリスマスの飾り付け。そこまで悪趣味か。そして上りには殿様饅頭の文字。この節操のなさはすごいな。まあ、儲けようとはしているな。これはなんだ、クラッカーか。あ、こんなとこにクラッカー。クリスマスだからね。ねえねえ、何かの手がかりになるかもしれないよ。もらっておこうか。自分が鳴らしてみたいだけだろ。バレちゃった。いいのか。まあ、もらっておくか。何がどう使えるか分かりませんからね。あれ、クラッカーがない。悪い子、迷いちゃん悪い子。もうポケットにしまっちゃったよ。パーティーグッズの定番、糸を引けばパンとなる。証拠にはならないと思う。っていうのがでも証拠になったりするかもしれませんからね。広いね、ひょうたんこ。そうだね。ねえ、なるほどくん、どうしてひょうたんこなの。ひょうたんこの形してるとかじゃない。昔この湖はひょうたんの名産地だったんだ。え、それは意外。私はまた上から見たらひょうたんの形とか。同じです。どうやら思考回路が迷いちゃんと一緒でした。そんなありふれた理由かと思ってたよ。まあそういう説もあるみたいだけど。なるほどね。右へ左へ、妙に目立たない道しるべが立っている。左ボート乗り場、右公園出口。ボート乗り場とかにも行けたりするかな。ゴミは入っていない。公園の、あ、この公園は管理の良さが売りだからな。ああ、まあこんなもんですか。じゃあ移動できるかな。ボート乗り場。ああ、行けますね。あ、ひょうたん森？森もあるのかい。じゃあまあ、貸しボート屋前がやっぱり気になるよな。貸しボート。マスあり？マスあり？
ってんの？あります。ありますか？はず。貸し棒とありますだ。10月25日、某時刻、貸し棒と小屋前。ずっと看板読んでた。なるほどくん、ここは貸しボート屋だよ。ボートで殺人があっただけに今日はやっていないみたいだね。そうか。ボートか。私乗ったことないよ。事件が解決したら乗りに来ようか。お、いいね、それ。デートの約束してる。おい。まあでも、このボートを勝手に使ったってことか、じゃあ。もともと深夜ですしね。その0時15分というのが。まあ、貸しボート屋とかやってなかったよな。の管理小屋だ。人がいるような気配はない。事件があったせいだろう。今日は営業していないようだ。500円。まあまあ、安いですね。この奥も森になっているみたいだ。こっちの方に行っても調査の役には立たないだろう。そしてこのボートを使ったのかな？湖の上にボートが浮かんでいる。殺人事件はこのボートの上で起こったわけか。ボートの上で、さらにしかも湖の上でしたよね。なるほどくん、どうした？やっぱり乗りに来るのやめよう。どうしたどうした？なんで？なんで？殺人事件が起こったから？ま怖いけど。あ、まあこれも移動できないか。じゃあまあ戻りますか。小屋の中とかにも入ってみたかったですけどね。じゃあまあ森の方に行ってみると、なんだ何？カメラがある。ごっついマイクもあるぞ。10月25日、某時刻、ひょうたん森。いいところだね、なるほどくん。キャンプ禁止って書いてあるぞ。見て、誰かキャンプなんかしてるよ。殺人事件があったってのに、のんきなもんだな。ねえねえ、キャンプしてたんなら、何か事件のこと知ってるかも。確かに、その可能性はあるか。そうだね、ちょっと話を聞いてみようか。誰かいる？スライドができますね。はい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 。まあ、調べさせていただきましょう。このカメラ。このカメラ、マイクと機械がセットされている。多分何かの音に反応してシャッターを切るんだろう。銃声だ。銃声で絶対シャッター切ってるだろう。へえ、すごいな。ちょっとやってみようか。コーン。僕、なるほどくん。声が小さいのかな。なるほどくん。おかしいな。やめてくれ、恥ずかしい。壊れてるよ、この機械。蹴るな、蹴るな。蹴るんじゃない。人間の声には反応しないんじゃないか。そのためのクラッカーか。じゃあ何？これなら反応するの？クラッカー。あ、勝手に使っちゃった。しかも、すごい反応する。すごい反応した。反応したよ。あー誰誰誰誰？こら！触ったらあかん。関西の方か。やばい、伊勢関西弁が出る。ちょっと待って。すいません、関西出身ではないので、ちょっとね、衛星になってしまうと思いますけれども、よろしくお願いします。キャー。ああ、どうしてくれる？フィルム一本無駄になったやん。ごめんなさい、それは本当にごめんなさい。それもだし、蹴ったことをまず謝った方がいいと思う。どうもすいません。フィルム、めっちゃフィルム高いんやんで。ごめんですれば警察いらんわ。私、その、弁償じゃない。なんでこんなとこでクラッカー鳴らすかな。なんや。あら、関西人ってケチですね、みたいな顔して。言うとくけど関西人はケチやで。うちが個人的にケチなだけや。やばい、また喉破壊人間が来た。俺の俺への喉破壊人間が来てしまった。なんや、あんたはこのお嬢ちゃんの保護者？いや、なんというか知り合い。はいはいはい、もっとチャキチャキしゃべる。癖強い、癖強い。ほんとこっちの人間としゃべると疲れるわ。やれやれ、とりあえずお金は払っておくか。気をつけや。はい。後で払えよ。ごめんなさい。でもね、目撃者ってこの人か、もしかして。違うかな。事件のこと。おそらくここまで癖が強い人物ということは、裁判所に来ます。おそらく証言台に立ちます。ということはやっぱ目撃者なのかな。
なんや、うちは今カメラのフィルムを変えとるんや。どっかのアホが一本丸々無駄にしてくれたし。いやでも一回の音でそんなフィルム全部使い切るほどの撮りまくるんやな。ごめんなさい。ダメだ、何か気を引けそうなものを見せた方がいいな。名前、そうだ、名前をまず聞きましょう。なんや、うちは今カメラのフィルムを変えとるんや。どっかのアホがやばい一緒や。ごめんなさい。じゃあなんか気を引きつけるために突きつけないとダメなのか。弁護士バッジしかないやないかい。これで気引ける？今回弁護士バッジめっちゃ使うね。僕こういうものなんですけれど。どういうものや、そんな小汚いバッジしな。弁護士なんですけど。なんや、さっきのフィルムのことで因縁つける気な。で出るとこ出ようか。気強いな。そうじゃなくて、僕たちこの湖で起こった殺人事件を調べてるんですよ。殺人事件？あ、もう知らないのか。おお、じゃあ目撃者ではないか。なんや、おるぞや。ええわ、何でも聞き。おやった、機嫌が治ったみたいだ。あんたも隠れてないで出てき。そういえば迷いちゃんの姿が隠れてたか。ごめんなさい。お、珍しく反省してるな。ねえ、殿様のスタジオではあんな排水溝ボッコボコに壊してたのに。私早く喋るの苦手で。でうちが合わせたる。あ、はい、ありがとう。うちは大騒ぎ夏美。大騒ぎすんのね。夏美さんね、はいはい、大学の研究生で流星の、あ、まあ、流れ星のかな、撮影に来てるんや。よろしくな。あ、流れ星の撮影のためのカメラってことか。じゃあ、おー、じゃあまあ高いカメラかな。話す。もう一回リセットされてる。なあなあ、殺人事件っていつやったん？うちここのとこずっとテレビ見てへんねん。クリスマスイブの深夜です。クリスマスイブね。男の人がボートの上で撃たれたんですけど、何か見ませんでした？ボートな、見たような気もすんねんけど、はっきりせえへんな。ここ3日間ずっと湖を見てるやろ。ボートも腐るほど見とるわけや。いつのことかは覚えてへん。あ、じゃあこの人が目撃者ではないんだ。じゃあ誰だろうね、え、明日の裁判に出てくる人っていうのは。夏美のこと。夏美さんってどういう方なんですか？うち？どうだっていいや、そんなこと。大阪のな、大学生や、研究員やってるんや。うわー、すごい。なるほどくん、大阪で大学で研究員だよ。肩書きに弱いな、まゆいちゃんはな。そのまんまだな。それでいつからここにいるんですか？そうやな、3日間ぐらいやろうか。何を撮影してるんですか？さっきも言ったやろ、流れ星や。そう、流星群を撮っとるんや。流星群？なんかでもところどころなんかチグハグしてるような気もするんだよな。カメラのこと。なんかすごいカメラですね。そうやろ、ドイツ製やで。ゾリンゲンっていうのかな。そりゃ刃物だろ。刃物なんだ。すいません、ちょっと拾えなかった。カメラについてる装置は何ですか？あれ？マイクだよな。クラッカー鳴らしたら急に動き出しちゃって。大きな音がしたら自動的にシャッターを切るから、破裂するような音が装置にプログラムされてるんや。プログラムされてるんですね。証拠品？夏美のカメラ、破裂音を探知すると自動シャッターを切る、湖面に向かってセット。いや、やっぱこれ銃声を聞いてるんじゃないか。その写真がどっかにあるんじゃないか。でも殺人事件は知らなかったっぽいしな。まだちょっとこの夏美さんも謎ですね。あとこっち側は調べてなかったな。ずいぶん乱暴に扱われてるらしい。ボディのそこら中がデコボコしている。こんなところまで車で入ってくるとは。まあ運転が荒いのかな、夏美さん。
ねえねえ、ナルオド君、なんだ、また食いたいとか言うんじゃないだろうな。違うよ。なんで半合ってペコってへこんでるの？六法全書には書いてなかったよ。じゃあ法律で決まってるわけじゃないんだ。ちょっとそれもわかりませんね。12月25日某時刻、警察署内刑事課。おー、初めて入ったな。糸の子さんいないね。あ、いないんだ。課長どうしたの？お嬢ちゃん、自首かな。おいおいおい、勝手に自首と決めつけるな。ちょっと怪しいけど。何やったの？万引き？違いますよ。糸の子刑事さん探してるんですけど。糸の子？ああ、今捜査会議やってるよ。まだかかるんじゃないかな。じゃあまた来ます。そうしなさい。まっすぐ帰るんだよ。万引きなんかしちゃダメだからね。私、悪人面なのかな。これが真ん中に座ってるのが課長さんかな。刑事課の課長さんだろう。パソコンの画面を食い入るように見つめている。何？ひょうたんこで？ヒョッシーを目撃だと。いや、殺人事件起きてるのよ。もっと大事な事件があるだろう。これなんだ？警察のマスコットキャラクターってこんなんだったっけ？タイホくんだよ。課長、急に入ってきた課長。わしが考えてわしが作ったわしだけのマスコットさ。そうなんですか。こいつを刑事課のマスコットにするのがわしの最後の仕事だよ。頑張ってください。刑事たちの机が並んでいる。パソコンに資料、思ったより片付いているな。多分あまり席にいることがないんだろう。まあ忙しいんでしょうね。刑事さんだろうか、何やら一人でブツブツつぶやいている。国のおっかさん泣いてるぞ。はい、一枚よ、楽になるぞ。勉強してる。取り調べの勉強してる。取り調べのイメージトレーニングをしているようだ。暇だな。全言撤回。やっぱ刑事って暇なんだな。じゃあまだここに来るべきではないんだ。んー、じゃあどこ行こうかな。カメラを突きつけてみるか。他に行くところなかったんですよね。夏美さん、破裂音で作動するんですよね、あのカメラ。そうや。この事件の被害者、そう、ピストルで撃たれてるんですよ。ピストル？銃声ってクラッカーと同じ破裂音ですよね。そうやね。もしかして何か撮影されていないでしょうか。思い聞いてくれた。おお、なんかかっこええな、兄ちゃん。なるほどな。ちょっとうち調べてみたるわ。昨日の晩の写真なんですけど。チェックはしたんやけど、何か写っとるかもしれんもんな。へへ、ちょっとワクワクするな。ほな、また後で来。おお、調べてくれた、ありがてえぜ。おー、どうしたどうした。車の中に入っちゃったよ。しょうがないね、また後で来ようか。おお、進んだ。あー、カメラを突きつけるでよかったんだ。はいはいはい。あー、警察署だ。12月25日某時刻、警察署内刑事課。終わったかな、捜査会議。糸の子さん、まだ会議なのかな。おお、よく来たっす。終わってた。あ、糸の子さん、捜査会議が終わったっす。やれやれっす。あまりいい知らせはなさそうだな。まあお話聞いていきましょう。被害者のこと、そうだ、まだ被害者が誰が撃たれたかも知らないんですもんね。被害者のこと、何か分かりましたか？それが、まだ身元が分からないっす。分からないんだ。三剣賢治は何て？何も言ってくれないっす。じゃあまあ進まないよな。どうなりましたか、捜査会議。そんなこと、弁護士になんか話せるわけないっす。まあ、そうですよね。自分はもう、何を信じていいかわからねえっす。確かに水塁賢治も我々と同じ人間っす。でももしあの人が罪を犯したら隠さないと思うっす。あの人はそういう人っす。なんでみんなそれがわからないっすか。やっぱり水塁賢治が犯人ということでまとまっちゃったかな。明日の裁判は予定通りやるっす。そうなんですか。捜査会議のこと、結局全部喋っちゃいましたね。いや、そういう熱い刑事だよ、糸の子刑事は。みんなには秘密っす。はい。とにかくお願いするっす。
どうか三剣賢治を見捨てないでほしいです。あの人には今味方が必要っす。何も話してくれないのはきっと理由があるはずっす。まあそうね、糸の子さん、三剣を信じる理由、まあそばで見てきたからじゃないの。糸の子さん、なぜそこまで三剣賢治を信じられるんですか。そんなこと当然っす。我々には固い信頼関係があるっす。お互いを信じているから一緒に頑張れるっす。信頼関係三剣賢治は起訴された被告人を必ず有罪にするっす。確かに行き過ぎた方法を使う時もあるっす。でもそれは我々の捜査を信頼してくれているからこそっす。そしてその信頼に応えるために我々は必死で捜査をしなければならないっす。そうなんですか。三剣賢治は信頼できる人物っす。それだけはこの糸のこぎり圭介誓って言えるっす。おお、かっこいいね。いや、だんだん株上がってますよ、あなたの解剖記録。そういえば解剖記録どうなりました。ああ、そうです、コピーしといたっす。ありがとう。死亡時刻は24日から25日にかけて。まあまあちょっと長いな。心臓に弾丸を一発撃ち込まれる。ああ、一発ですか。なるほど、ありがとうございます。なるほどくん、ちょっと見せて、その被害者の写真。あ、この人が被害者。どこかで、え、知ってる人。わからない、昔どこかで会ったことがあるような。迷いちゃん関係の人、こんなん出てきましたっけ。いや、出てきてないけどね。まあ、突きつけるで被害者の写真はもらってないか。まあこんなもんですかね。じゃあちょっとカメラを確認しに行きましょうか。12月25日某時刻、ひょうたん森。どうですか、カメラできました、夏美さん。あんたら夏美さん待っとったんやで。ビンゴや、ビンゴ。ビンゴ昨日の晩な、2回。おかしいですね。銃声は一発だったはず、なぜ2回。2回自動車から降りて。その2発目がこれや。ちょっと見てみんや。2発目。うわー、完全にこれですね、殺人現場だこれ。まあ、な思いっきり撃っとるやろ、ピストル。そんなテンションで言うことじゃないのよ。言ってるの俺だけど。でも誰が撃ったかまでは見えませんね。そうだな、この写真からは誰かまでははっきりできない。そうやね、霧が濃かったからな。でもな、この写真見てうち思い出したんや。何をですか。この事件な、うち目撃してて。本当ですか、夏美さん。もちや。またとんでもないことに。なこれってやっぱ警察に言うた方がええよな。なんだこの選択肢。言うた方がええで、やめといた方がええで。これどうなんだろう。まあ言った方がいいよね、一般的にはね。ただ言う前にちょっと私にその内容を教えてほしいんですけど。まあ一応言うた方がええにしとくか。言うた方がええんちゃいます。あんたインチキな関西弁使うたらあかんで。それ本当にごめんなさい。それは本当にごめんなさい。まあええわ、ほなうちちょっと警察行ってくるわ。この写真やるから。おお、ありがとうございます。ほな、これがやっぱダメにした方が良かったかな。ちょっと夏美さん、なんや、忙しいんや。うちは僕たちにもその話そうそう聞かせてくださいよ。アホ、うち目撃者やで。正義の味方は警察の味方や。あんたらに教えるわけないや。ひどい、夏美さん。まあええや、昨日の敵は今日の友、あ、逆か。とにかくそういうことや、ほな行くで。証言とかするんかな、楽しそうやな。軽いな、言っちゃった。どうしよう、目撃者増やしちゃったよ。でもまあ見ちゃったものはしょうがないもんな。
問題は夏美さんがそう何を見たか。これがね、まだ三剣さんが不利になる状況かどうかは分かりませんから、それはどうやら裁判まで知りようがないな。湖の写真、12月25日0時15分に自動撮影。やっぱ2発目ってのが気になるな。そしてなんで1発目の写真は見せてくれなかったのか。それも話してもくれなかった。それもまだちょっと分かりませんね。ん？なんだ？12月25日某時刻氷壇湖広場。ん？警察の人聞き込み諦めたみたいだね。誰誰？おい！誰？わあ、いたっけ？サンタさんっているんだっけ？なるほどくん、サンタさんに因縁つけられたよ。そりゃびっくりするよな。久しぶりだな。なるほど。誰？なるほどくん、サンタさんに知り合いがいるの？いない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 よ。俺だよ俺。え、誰？いやいや、やはりやはりやっぱりやはりこれ第1話に出てきた犯人になりかけた人ですね。やはりじゃないか。何やってんだこんなところで。決まってんだろ、バイトだよバイト。まんじゅう売ってるんだよ。やはりが売ってたの？そこのまんじゅう？カズミとのデート、金がかかるからさ。あれあれあれ、あれあれあれ、新しい彼女作ってるな。確かね、その第1話の事件が、このやはりと、その彼女の事件だったんですよね。その彼女が亡くなっちゃって、やはりが疑われてたと。あれ、新しい女作ってるな。こいつ、まだ懲りてないみたいだな。カズミはいい女だぞ。これ着た方が売り上げ伸びるんじゃないかなって。あれあれあれ、この喋り方ちょっと松竹梅さん、松竹梅代さん思い出しましたけど、違いますか。この服プレゼントしてくれたんだよと。ほほ、へえ、いい人なんですね。おお、かわいい。もうかわいいやつなら誰でもいいんか。やはり、なるほど、この子あんたのなんだろさ。なんだろさって。私、あやさと迷いです。その、妹です。ちょっと無理あるぞ。妹？そうか。大変なんだな。なるほど。こんな年頃の妹を養って弁護士を。いや、お姉ちゃんの妹を。いい話よな。聞いてない。こいつ、変わってね。いやでも久しぶり、今回も絡んでくるってことは。なんかまたトラブル持ってくるんじゃねえだろうな。やはりな、トラブルメーカーって言われてたからな。なあやはり、昨日の夜ここで殺人事件があったんだけど、ここでアルバイトしてたんなら何か知らないか。そう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 。無理だよ、なるほどくん、昨日の夜はクリスマスイブだよ。そか、まあそっかそっか、彼女と過ごすか。やっぱりさ、恋人いるんだよね、かずみさん。こんな寒いところにいるわけないじゃない。ブシコじゃないのよ。ああ、刺しちゃった。言葉という狂気を刺してしまったよ。うわっ、今の一子なんか激しく傷ついたみたいだぞ。いやカズミのやつさ、今撮影でグアムに行っててさ、ちょっと会えないわけよ。相手はまたモデルか。てかすごいな、そんなにモデルと付き合えてるっていうか、そんなに関係になってるってだけですげえけどな。この湖で殺人があったんだよ、明日その裁判があるんだ。はあ、被告人はあの三剣玲治だ。なるほどくん、やっぱりさんが三剣賢治のことを知ってるわけが。なるほど、三剣ってあの、そうだよ。あれ、いや、ん、いや、この確か第1話は賢治が三剣賢治じゃなくて、俺の初異議ありを奪ったあのアウチって賢治だったんですよね確か。なんで知ってるんだ。そうだよ、あいつ殺人事件の容疑者なんだ。そんな、やっぱりさん三剣賢治のことを知ってるよ。もちろん
俺たちのクラスメートだからな。小学校の頃の？そうだったんだ。まあ確かになんか子供の頃知り合ってたみたいな、そういう描写はあったけど、ですよね。え？じゃあ幼馴染ではないか、クラスメート。このやっぱりやはりと、なるほどと、三つ剣賢治は同じ学校のクラスメートだった。あのお饅頭のことですけど。ああ殿様饅頭のこと？なんであれが殿様饅頭なんですか？なんていうか氷炭の形に見えますけど。あれ元々は氷炭粉饅頭だし。あれえ。いやー、かずみがさ、俺の女なんだけど、名前変えた方が売り上げ伸びるんじゃないかなーって、のぼりを作ってくれたんだよ。わざわざ作ってくれたのこれ。やばい。めちゃくちゃいい彼女かもしれません。おかげで子供たちに大人気なんだぜ。なんか、やり場のない憤りを感じる。それにさ、最近は例のニュースで人でも多いんだよ、この湖。例のニュースはネッシーじゃない、なんだっけ、ヒョッシーか。あれだよ、ヒョッシー。ヒョッシー、ヒョッシー、ヒョッシーのことについても聞けるようになってる。まあ、三剣のことを、三剣賢治、やっぱりさんの同級生だったんですか。そうさ、なるほどと3人よくつるんでたぜ。そんなに仲良かったんだ。そうだったんだ。あいつあの頃からお坊ちゃんでさ、お父さんみたいになるんだってお勉強してたよ。父親、これもまたなんか絡んでくるか。三剣の過去か、お父さんみたいに。あいつの親父有名な弁護士検事じゃないんだ。じゃあなんで検事になったんだ。ほん、なんかちょっと関わってきそうですね。有名な弁護士？そうですよね。そう。ちょっと待って、三剣さんは検事なんですよ。誰だよ検事って。あれこいつやっぱちょっと頭のネジが飛んでますね。検事じゃなくて検事、弁護士の逆みたいなもの。それは知らなかったな。どうしちゃったんだあいつ。あの頃は僕は孤独な人の味方になるのだよなんて恥ずかしくなるような理想を散々語っていたのにな。なあ、なるほど。なるほどくん？なるほどくんはなんか知ってるの？その理由を。うわー、ちょっとやっぱなんかあるな、過去に。じゃあまあヒョッシーについても一応聞いておきますか。何ですかヒョッシーって。なんだよ、知らねえの？この湖にさ、いるんだよ、巨大な怪物が。怪物？ああ、これ、昨日の雑誌の記事だ。写真もあるぜ。わ、ほんとだ。ひょうたんこに毒だね。謎の巨大生物。なるほどくん、怪獣だよ、怪獣。これもなんか今回の事件に関わってくるのか？まあ確かに怪物っぽいですね。本当にいたのか。この写真を撮影した A さんの話。何何？自動シャッターでカメラをセットして2人で並んだ時、パーンっていう大きな破裂音がしたんです。はい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 。その後背中の方でかすかに水の音が聞こえました。つまりインブアンの写真は自動シャッターで撮られたってことか。で、キョッシーが出てくるとき、パーンっていう破裂音がする。私も見たいな。なんで破裂音なんだ？そうですよね。やはり、よかったらこの記事くれないか？ああ、いいぜ。100万円で売ってやるよ。こいつ。100万円？子供か、お前は。くれるんかい？ひょうたんこに現れた怪獣の記事。破裂音？これ夏美さんヒョッシー狙ってきてたんちゃうん。あいつ星取りに来たとかなんかちょっとカッコつけてたけど。もしかしてヒョッシー狙いに来てたんちゃうん。12月25日某時刻警察署内刑事課。
またいないよ、糸の子さん。糸の子なら取り調べ室だよ。ちょっと重要な証人が現れたんでね。あー、夏美さんだ。時間かかると思うよ。夏美さんだよ。参ったな。あー、時間がかかるんだ。また何か突きつけるのかな。どこに行っても何もなかったですね。写真とか見てもらう？やはりなんか見てないかな。これなんだよ。俺目悪いからよく見えないけど、もともとそんな写真なんだよ。昨日の夜撮った写真だ。ゆうべか。ああ、まあこれだけか。特段ないかな。やはり、あ、これ写真ついてるんだ。やはりこいつ知ってるか。誰これ。知らないから聞いてるんだよ。誰これ、まよいちゃん。そういえばまよいちゃんは見たことがあるって言ってたな。これまよいちゃんに突きつけてみます。確かなるほど法律事務所に行ったら、まよいちゃんと話せるんですよね。ここで、あ、どうしたどうしたどうしたの。え、いや、なんかちょっと引っかかることがね。あ、写真についてか。さっきの解剖記録もう一度見せてくれる？ん？誰か知ってる人？あ、思い出したよ。誰？この人、お姉ちゃんがいた事務所にいた弁護士さん？え？星影法律事務所？もしかして、あの、星影空之助、チミーっていう人。事務所に遊びに行った時に会ったことがあるよ。千尋さんがいた事務所？それって、あ、星影大先生の、この人、この人。そうそうそう、その人。まさかここであの先生の名前が出てくるとは。久しぶりに話を聞きに行ってみるか。うわあ、もう一回ここに来るかね。絵がない。あのね、第2話で撮られた小中の絵がない。まだ返してもらってないんだ。12月25日某時刻、星影法律事務所。でもつまりは三剣さんは弁護士を撃ったってこと？うわはあ、お久しぶりです。このある種懐かしい咳払いは。ああ、チミー、確か千尋くんの。はい、弟子のなるほどです。おお、それにチミーはもしかして千尋くんの。はい、妹の迷いです。大きくなったの。なんじゃ、出たチミてんてん。地に点々を使ってくる。おしかけ先生、いいですね。お姉ちゃんによく似てきたわい。思い出すの、あの頃を。青春の日々は青いレモンの香りか。これも確か前言ってたよな。あの先生、もうすまん、若いもんが読むなくこんなところに来るわけないな。どうしたんじゃ、何があったのかの。まあ、ちょっと先に話してみましょうか。事件のこと、昨日の夜、殺人事件があったんですけれど。ほう、知らないみたいですね。さっき起きたところなんでな。三剣レイジがピストルで男を撃ったんです。何？三剣とな、一体誰よ。それが被害者の身元は不明らしいんです。なんということじゃ。先生、事件のことは何も知らないらしいな。絵のこと聞けるんだ。先生、あの高い、めちゃくちゃ高い油絵どこ行きました？ああ、もう帰ってこないじゃろうな。被害届謎出せるわけがないからの。これも報いなんじゃ。おい、くい、報い。どんまいです。じゃあ、まあ突きつけてみますか。この写真ですよね。心当たりがある。ここにいたんですかね。この男は、はて、見たことがあるようなないような。なんかまよいちゃんがね、この事務所に見たって言ってるんですけど。ああ、思い出しましたか。この事務所にいた弁護士じゃ。あ、生倉幸男じゃよ。すごいすごいすごい、これまだ警察も掴んでない情報じゃない。生倉幸男さん、生倉さん、三剣レイジがこの男を射殺したというのか。なんかちょっと話聞けます？生倉弁護士について。
一体生倉さんってどういう人なんですか？この男はな、あの事件の弁護をしたんじゃ。あの事件？へえ、DL6 号事件じゃ。また出てくるの DL6 号事件。ちょっと待って、 DL6 号事件って確か、千尋さんのお母さん、千尋さんと迷いちゃんのお母さんが霊媒で、解決した事件ですよね。でも結局小中にスクープされてしまって、警察は信頼を落としてしまったと。その事件だったよな、確かな。 DL6 号事件聞いたことがあるような。覚えておるかの？確か千尋さんの事件の時に聞いた。そうそうそう、警察が、被害者の霊媒までして犯人を突き止めようとした事件。まだ犯人捕まってないんだっけ？どうだっけ？どっちだったっけ？もしかしてそれ、私のお母さんが？そうじゃ、霊媒師綾里舞子が被害者の霊媒を行い、そして失敗した事件じゃ。そっか、確か犯人は違ったってなったんだっけ。あー、それが今回関係してくる。そん時に担当した弁護士が生倉弁護士ってこと？ DL6 号事件、今から15年前に起こった奇妙な殺人事件じゃ。確か犯人はまだ捕まっていないとか。そっかそっか、捕まっていないんだ。やっぱそうじゃ、綾里舞子が霊媒で被害者を呼び出して犯人を聞いた。その霊媒によって一人の男が逮捕されたが、この生倉弁護士が無罪にしたんじゃよ。じゃあまあ無罪になったということは、霊媒に失敗したっていうことになったってことだもんな。それがもし有罪になってたら、霊媒は成功したってことだもんな。お母さんはそのせいで警察に詐欺だって。それを助けてくれたのが星影先生なんですよね。そうじゃ。こいつ売ったよ。こいつ情報を売ったよ。まゆちゃん、ありがとうございます。いや、礼など言わないでくれ。DL6 号事件、こんな時にまたこの名前を聞こうとは。繋がってくんのこれがまた。でもその事件が三剣賢治と何が関係あるんですか？何かどころじゃないの？ DL6 号事件の被害者、うわーすごい、三剣玲治の父親なんじゃよ。うーわー、つながる。なんですって？お父さん弁護士だよな。つまり生倉弁護士が無罪にした事件の被害者が、三剣の父親で弁護士だった。詳しいことは本人の口から聞いたまえ。これを見せるんじゃ、きっと態度が変わるじゃろ。これはお母さんの写真だ。あ、やっぱし綾里舞子さんか。綾里舞子の写真、古い写真、裏に DL6 号事件資料1と書かれている。これ小中さんの事件の時にもなんか拾うことができたんですよね。すげえ。でもなんでこれを見せたら三剣賢治は態度を変えるのか。留置場行ってみましょう。12月25日防衛時刻、留置場面会室。楽しくなってきたぜ、いきなり。三剣、なんだ、あれだけ嫌味を言ったのにまた来たのか。三剣、弁護士はどうなった？君には関係ないことだ。どうやらまだ見つかっていないらしいな。話す。あ、一緒かな。ちょっと違う。糸の子刑事にも教えないつもりらしいな。心配してましたよ、糸の子さん。そうね、心配してたよ、本当。じゃあまあちょっとこの写真を見せる。これが千尋さんと迷いちゃんのお母さんですよね。DL6 号事件、三剣の父親の事件だったのか。態度が変わると。三剣、君が訪れてからたかだか数時間、それなのにもうそこまでたどり着いてしまったのか。さすがだよ。なるほど、龍一、昔からそうだ。君は一度決めたことは必ずやり遂げる男だったな。 DL6 号事件、
そうだ、 DL6 号事件。この事件君にだけは知られたくなかった。なんでよ、父親の事件でしょ。だから君の弁護の申し出を断った。君をバカにするようなことを言ってこの事件に近づかないようにしたつもりだったのに。迷惑だったか。わからない。だがここまで来て君に隠し事をするのはもう意味がない。よかろう、何でも聞いてくれたまえ。答えさせてもらうよ。いやー、そしてそのついでに弁護を頼んでくれよ。クラスメイトだったんだろうな。 DL6 号事件、 DL6 号事件。あーでもそっか、辛いか、ごめんな。父親が亡くなった事件だもんな。父が亡くなった事件だ。あ、わ、怖っ。私の目の前でな。おい、トラウマもんじゃねえか。父は私の目の前で撃たれたのだ。え、犯人とか見てないの。実はその時の記憶ははっきりしまそうだよね。まだ子供の頃だったのかな。私の心の中で固く閉ざされている。とにかく容疑者として一人の男が逮捕された。状況から考えて父を撃てたのはそいつだけだった。父の霊を呼び出した霊媒師も犯人はその男だと言っていた。そいつを弁護して無罪にしたのが生倉弁護士だ。ああ、いやー、そうか、つまり動機はあるってことか。三井健二の生倉弁護士を撃ち殺す、今回の事件の被害者だな。そうだ。その霊媒をしたの私の母なんです。なんだって、君が。不思議なものだな、事件が終わろうという今になってこんなことに。事件が終わる、時効か。確かまだこの発売されたゲームにはまだ時効、今はね、確か殺人事件とかいう重い事件に時効はなくなったはずですけど、 DL6 号事件は15年前に起こった。15年前の12月28日だ。12月28日、あと3日で時効なのだよ。うわー、裁判の最終日も3日だ。これこの事件も解決しちまおうってことかい。つまりその真犯人こそが、 DL6 号事件の真犯人こそが今回の事件の犯人でもある。で、その DL6 号事件の詳細がバレそうになったから生倉弁護士を撃って三剣に罪を着せた。どうでしょう、前回は私の推理めちゃくちゃ外れたんですけど。なんだって。なるほどくん、時効って。時効が成立するともうその事件はなかったことになるんだ。あと3日で。ああ、じゃあまあ容疑者のこと、その無罪になった容疑者ってどうなったんですか。わからない、世間から姿を消してその後のことは誰も知らない。生きていれば今年で50歳ぐらいだろうな。それだけ大きな事件の容疑者だったんだ。きっとまともな生活は送れなかったんだろうな。まあそうか。あー、父のこと辛いと思うが、あのお父さんって弁護士だったんですよね。そうだ、三剣信、当時は有名だったようだ。三剣健二もお父さんを目指していたとか。あー、昔の話だ。ごめんな、ありがとう話してくれて。うわ、これちょっともう俺に弁護頼んでくれよ。ダメかい。じゃあまあ移動して、糸の子刑事終わったかな、取り調べ。見に行ってみましょう。おー、終わってそう。12月25日某時刻、警察署内刑事か。どういうことですか。どうしたんですか。さっき変な女が訪ねてきたっす。なるほどさんの紹介で行きましてんとか言ってたっす。夏美さんか。目撃者増やしてどうするっすか。三剣健二を死刑にする気っすか。でも見ちゃったものはしょうがないですよ。隠すわけにもいかないでしょ。それは奇弁っす。まあね、事情はわかるが、ってことは不利な証言だったってことか。それで夏美さんはなんて。うわ、三剣健二がピストルを撃つところを見ていたそうっす。いやー、それは嘘なんじゃねえか。
なんか霧が深くて見えなかったとか言ってたし、写真を撮るところからで見えたのかな。しかも証拠写真まであったっす。あ、それなら僕も見ましたよ。この写真じゃあ、そう誰が撃ったか見えませんけどね。彼女、これからその写真を拡大するって言ってたっす。なるほどね。画像は荒くなるけど、もう少しはっきりするはずや、とか。拡大？間違いなく密林不利の写真として、拡大写真が出てくるぞ。まずいな。とにかく、明日の証人は彼女っす。あれ？もう一人の目撃者はどうしたんですか？確かに。それが、とりあえず、キャンセルになったみたいっす。キャンセル？その人もまた後々出てくるかな。明日は三剣賢治にとってはいきなり絶対絶命っす。目撃者ははっきり犯行の瞬間を見ているというし、発砲した時の写真まで出てくるっす。どう考えても勝てそうもないぞ。でも千尋さんが教えてくれた、そう、諦めない心、あいつが無罪ならどこかに見落としてがあるんだ。そうですね、矛盾点を出していかないと。三剣のこと、三剣賢治は国選弁護人を頼むつもりらしいっす。さっき手続きを頼まれたっす。でもまだ間に合うっす。もう一度賢治に会ってほしいっす。そしてあんたが彼の弁護をするっす。お願いっす。彼を助けられるのはあんたしかいないっす。それは俺も同感だぜ。行ってくるよ伊藤刑事。なあ、頼む三剣。俺に頼んでくれ。あれ、もう何も話せない。そうダメ。天倉さんの写真とかか。違うか。すまない、語るべき言葉が見つからない。ああ、そうですよね。じゃあ、まあこの湖の写真か。ふっ、こんな写真があったとはな。三剣、お前撃ったのか。あ、進みました。君はどう思う？なるほど。お前は誰かに銃を向けられる男じゃないよ。撃ってませんよね？あ、私ではない。おお、言ってくれた。やっぱりじゃあ三剣さんは無罪なんだ。なるほど。今さらこんなことを頼むのも厚かましいが。わかった。弁護ですね。いや、そこは三剣さんに言わせてあげて。お願いできるだろうか。当然引き受けますよ、私は。やっとその言葉が聞けたな。まさかこんな日が来るとは思わなかった。これでやっと借りを返せるの。三剣、借り？なんだ借りって。三剣さんも知らないの？何のことだ、覚えがないさ。いいんだよそれでも。ふ、依頼状を書いた、刑事に渡してくれ。おお、次来た。三剣レイジの依頼状、依頼を受けていることを証明する書類。じゃあそろそろ。何、地震だよ。なるほどくん、大きいよ。大丈夫。弱まってきた。おお、皆さん気をつけてください、地震には。本当危ないですから。ん、あれ、三剣はどい。これもしかして机の下に隠れたか。可愛いとこあるな。可愛いとこあるっていうか、それがね、本当に正確な行動ですから、皆さん、机の下にちゃんと隠れてください。いた。怒りずくまって震えてるよ。嫌いなのかな、地震。そんな話聞いたことないけど。まあいいか。ケンジさん、腰が抜けて立てないみたいだし。行こう、なるほどくん。ああ。三剣からもらった依頼状、糸の子刑事に渡さなきゃな。本当に三剣刑事いなくなってるやん。でもちょ、おい、そこの後ろの警察の方、肩貸してあげて。腰抜かして倒れてるから今。じゃあ警察署に行ってきますね、三剣さん。お大事に。これ突きつけるでいいのかな。依頼状を、受け取ってきました。糸の子刑事、もらってきましたよ、これ。お、それっす。ギリギリまで待った甲斐があったっす。じゃあ早速手続きをしておくっす。お願いします。じゃあ明日法廷でよろしく頼むっす。おお、何、おお、
そういえばさっき地震があったっすが、大丈夫だったっすか？やだなぁ、地震ぐらいどうってことないですよ。いやいや怖いよ、地震は怖いから迷いちゃダメちゃダメだよ。あんたたちじゃないっす。剣剣士は大丈夫だったっすか？まあ確かに腰抜かしてましたけど、そういえばなんかオーバーに怖がっていましたけど。さっきの地震はちょっと大きかったっすからね。ちょっと見てくるっす。あんたたちは明日に備えて飯食って寝るっす。じゃあ、え？なんかそれも関係してくんのか？地震が怖い、揺れが苦手、船の上に乗れない。なわけないか。そんなわけないか。そんなわけなくもないか。いやどうだろう、わかんない。どういうことなるほどくん、三菱賢治自身が苦手なの？さあ、そんなの聞いたことがないぞ。どうなの？僕たちが一緒だったのは小学4年生の1年間。クラスメートだったのは1年間だけだったのか。その後三菱は転校していった。一体やつの身に何があったんだろうか。じゃあその DL65 事件があった時とかはもうクラスメートじゃなかったんだ。わーやべー、続くー、楽しい。逆転裁判楽しい。